福知信を2月14日から2007年7月26日は日本の海軍軍人海上自衛官。最終階級は日本海軍では海軍大佐海上自衛隊では解消。退官後は記念館三笠館長を務めた東京府出身。本席は佐賀県。麻布中学を経て海軍兵学校第52期に入校したが病のため留年し、 1925年7月に第53期で卒業した。同期に、伏見の宮弘信夫を、藤井ひとしらがいる。海軍法術学校高等科学生を経て、海軍大学高校主学生に進む。源田実は、海大の同期生で、法術畑の福地は、源田の唱える航空優先論に反発し、論争を繰り広げている。 六甲橋事件の勃発に伴い繰り上げ卒業となり、駆逐艦、夕暮れの宝術長兼文隊長として出動し、柳川兵団の甲州湾上陸援護作戦に従事した。海軍少佐進級と同時に、戦艦伊勢文隊長に補いされ、艦長、山口多門の元降格方式艦、副法長を務めた。ついで第11戦隊の参謀に添付される。同戦隊は、 様子広報面の警備と居留民保護が任務で、司令官は、猛将として知られた、近藤栄次郎、ついで、杉山六蔵であった。福地は、部隊運用、陸軍との接触などを担当している。福地は16会会員であった。1939年12月、海軍省副官兼海軍大臣秘書官を、佐根松譲から引き継ぐ。 日独位三国軍事同盟に反対苦闘していた、会将、吉田前後の補佐に当たるが、吉田は病に倒れ辞任。福地は、吉田の辞表作成を改添えしている。引き続き、及川小四郎、島田茂太郎の下で、秘書官を務め、太平洋戦争開戦を迎えた。第一戦勤務を望む福地は、人事局と交渉するが、1942年6月、 死な方面艦隊参謀となり、占領地政策の立案に追われた。続いて、人事局員となり、海軍中央勤務に復帰している。福地は、自らの起案に、人間の生死が左右されることに辛い思いを抱いた、ことを述べている。同職在職のまま太平洋戦争の敗戦を、迎えた。会員者の引き上げ、機雷総会、航路警戒業務に従事した後、海軍を離れる。 公職追放となり、民間の船会社に勤務していたが、海上自衛隊の前身である海上警備隊の創設に参加。海上幕僚幹部長査部長として、アメリカ海軍の情報システムの導入に努めた。ありがとうございます。